お世話になります。ひとりでございます。鎧の孤島で導入された衝撃の新要素、大スープ。大スープは大キノコを使うことで、もともと巨大マックスできるポケモンなら巨大マックス化できますよね。では2017年夏に上映された劇場版ポケットモンスター君に決めたの入場者プレゼントである帽子をかぶったサトシのピカチュウは巨大マックス化できるのでしょうかという趣旨のコメントをいただきました。ピカチュウは巨大マックス化できるポケモン筆頭ですのでできそうですし、もしできたら帽子はどうなるのか気になりすぎて私は眠れなくなりました。眠れていない方は多いと思いますので、今回は帽子をかぶったサトシのピカチュウは大スープを摂取させることで巨大マックス化できるのか検証していきたいと思います。ちなみにこのサトシのピカチュウは今現在新たに入手することはおそらくできないと思います。ではなぜポケモンド素人の私が持ってるかというと、念のため言わせていただくと、改造とかではなく中古ロムにて手に入れました。証拠の動画を概要欄に掲載しておきますので、お前改造だろクソまみれのにわか野郎がと思う方はお手数ですが、そちらも合わせてご覧いただけると幸いでございます。はい、じゃあ早速やっていきましょう。もうすでにねサトシのピカチュウを連れてきておりまして、このような感じとなっております。連れ歩きの状態でもちゃんとね反映されるってことですね。この時点ですごいんですが、はい、で中身見てみますと、ピカチュウでレベル21で親サトシとなっております。で帽子かぶってて、それ特製静電気のやつで、10万ボルト電光石火雷アイアンテールの技の頑張り屋な性格のやつで、運命的な出会いをしたアロラ地方から時間と空間を超えてはるばるやってきたようだの個体ですね。で、ウィッシュリボンもついてる、夢叶えしピカチュウという名前までついてるという感じでございます。では早速大スープ飲ませていきたいんですが、その前にですね、一度こいつを普通に大マックス化したらどうなるのか見ていきましょうか。もうその時点で結構気になるところだと思うんですよね。まあ私が気になってるだけなんですが、一回レイドバトルやっていきましょうか。うわゼラオラだし、ちょっとゼラオラは嫌だ、絶対勝てないもん。こっちに入れていきましょう。あ、シザリガーだったらちょうどいいんじゃないですか。つかどっちにしろ私21レベルですから負けるんだわ、別に関係なかったわ。まあこれで大マックスしてみましょうか。第3打いきますよ。オッケー、どうなるかな。はい、投げていく。これどうなんの、帽子どうなんの。あ、普通についてんだこれは。知らなかった。これもいいね、いいね、いいね。すげえじゃん、帽子めっちゃでかい。あの空間がすごいんだけど、帽子と頭の空間がお、ブカブカすぎだろ。だいたいもう空間がすごくて、こう頭についてなくね、これ。まあそんな感じでございますと。じゃあこっから道場行きましょう。インしてくぜ。はい、じゃあ大スープ飲ませていきますよ。はい、ひとりさんポケモンに大スープを飲ませるっすか。飲ませるっす。まだ、あ、まだ足りねえんだ、間違えた、大キノコ足りねえんだ、バカした。おし、うわまだこんなイベントあったんだ、マジか、知らなかった。今起こったわ。うわまだストーリー完全に終わってなかったんだ。おし、あったぜ。はい、じゃあ道場に着きまして大スープ飲ませていきましょう。気になるところですね。大スープを飲ませるっすか。これいきますよ、来いよ、頼むよ、飲ませるっす、いけ。どのポケモン飲ませるっすか。うわマジか、え無理なの、マジか。こいつピカチュウじゃないの、だってなんでできないの。うわーずる、それはないわ、ひでえなこれ。普通のピカチュウはいけるっしょ。でも普通のピカチュウは、あ、やっぱ普通のピカチュウはいけますね。このピカチュウは普通のピカチュウだと思うんですが、いけますもんね、こいつ。同じピカチュウでもやっぱ違うポケモン扱いみたいな感じになってんでしょうね。ということで検証結果、帽子をかぶったサトシのピカチュウは巨大マックス化できないでした。ご覧いただいた通り、サトシのピカチュウは連れ歩き機能ではちゃんと帽子をかぶった状態になり、さらにダイマックス状態でもちゃんと帽子をかぶった状態で大きくなることはできますが、巨大マックスはできないということですね。確かによく考えてみると、巨大マックスができたらできたで、その上に帽子が乗ってんのはちょっとおかしいと思いますし、だからってここで巨大マックス化させてしまうと、せっかくの帽子かぶったピカチュウが意味なくなってしまいますので、そりゃそうだよなっていう感じですね。ただ剣盾では幻のポケモンケルディディオとかのフォルムチェンジもできることですし、将来的にこのサトシのピカチュウの巨大マックスが実装されることもなくはないと思います。まあ、とりあえず私としては心からサトシのピカチュウの巨大マックス化実現を願っておりますので、なんとか増田さんをサトシがサトしてくれればなと思うんですけどね。